競馬、競馬、競馬は、騎手の乗った馬により競われる競争競技、及びそれの着順を予想する賭博である。イギリスを発祥とする近代競馬は、多くの国々で開催されており、その多くは、勝ち馬投票権の販売とセットの興業として、行われている。競馬は主に競馬場と呼ばれる、専用の競技場で開催される。一つ一つの競い合いを、 競争と呼び、たちの競馬開催で、いくつかの競争が行われる。競争の種類は主に、平坦なコースを走る、平地競争、障害物の飛び越しを伴う障害競争、つなぎが車と呼ばれる車を引いて走る、つなぎが速歩競争の3つからなり、他に、つなぎが車を引かない速歩競争やソリを引く番に、競争などがある。競争では一般には、騎手が馬に騎乗して、 一定の距離を走り、正規に最も早く決勝戦に到達した馬を勝者とする。決勝戦への到達は、概ね馬の鼻の先が決勝戦を通過した時をもって判定されるが、万衛競争に限っては、馬が引っ張るソリの最後部が決勝戦を通過した時をもって判定される。詳細について、競馬の競争を参照。用いられる競争馬は、平地や障害。 速報競争では、サラブレッド、サラブレッド系種、アラブ、アングロアラブ、アラブ系種の形種はもしくは、クォーターホース、スタンダードブレッド、アメリカントロッター等の中間種が用いられ、バンエイ競争では、重種馬が用いられる。競馬の世界は、優勝立敗が大原則であり、強い馬は強い馬、同士、弱い馬は弱い馬同士での競争が基本である。だが、 競争の出走メンバーのみを変更するには限界がある。そこで考え出された方法として、強い馬には重い負担重量を、弱い馬には軽い負担重量となるように負担重量を変更することである、程度幅のある競争を組むことができる。負担重量の決定方法としては、バレー戦、別定戦、定量戦、ハンデキャップ競争などもある。 特別競争の中でも特に賞金が高額で、歴史と伝統、競争内容等を考慮し、重要な意義を持つ競争として重賞が行われる。さらに、各重賞競争の役割と重要性を広く認識してもらい、生産会の指標として、重賞競争の位置づけを明確にするため、グループ制、日本を含む一部の国では、グレード制によって G1、G2、 G3 に分類される。G1 は競争体系上最も重要な意義を持つ根幹競争。G2 は G1 に次ぐ主要な競争で、G1 の勝ち馬も比較的容易に出走できる内容を持った競争である。G3 については G1、G2 以外の競争である。G1 競争、およびそれに類する格付けの競争の中でも3歳馬に、 対して行われる伝統のある競争をクラシックと呼ぶ。2010年現在、世界各地でクラシックと呼ばれる競争が行われているが多くのが、最初に始められたイギリスのクラシックレースを模範としている。イギリスのクラシックは、前後競争であるが、うちに競争は、牝馬限定戦であり、大馬が出走可能な2000ギニー、ダービー、セントレジャーの3競争すべてに優勝した。 競争馬を三冠馬という。ただし生産上の意味合いが薄れ、また、距離別の路線が体系化されたこともあって三冠の概念は境外化している。なお、日本のクラシック競争は、イギリスと同様に、前後競争で、三歳品馬路線の最終戦である、集荷賞はクラシックには含まれていないが、三冠の概念は依然として重要視されている。 競馬の歴史に関する詳細については、競馬の歴史を参照。馬の速さを競わせること自体は、有志以前、馬が家畜化された頃から行われていたと考えられている。競馬が初めて文献に現れるのは古代イギリシャのホメロスのイリアス第23課における戦車競馬、戦車競争である。古代イギリシャの戦車競馬は、騎手が二輪の車両、チャリオットを、 馬二頭に比較て競うもので古代オリンピックの種目にもなっていた。これは後に映画ベンハーの戦車競馬のシーンで有名になった。ただし映画では時代設定が古代ローマ帝国になっており馬も四頭に行っている。なお現在行われているつなぎが速歩競争はこの伝統を引き継いだものである。一方、日本の平安時代の文献にも競馬。 クラベ馬という表記があった。また、ユーラシア内陸部の遊牧民族の間では、現在でもモンゴル族などで行われているような馬の競争が行われていた。紀元前12世紀のギリシャ競馬が最も古いとされている。近代競馬の基礎を築いたのは英国とされている。正式のルールに基づき専用の競技用施設、競馬場において行われる競馬。 近代競馬は16世紀のイングランドに始まったとされ17世紀にはフランスやアイルランド19世紀にはドイツやイタリアでも行われるようになったまた17世紀以降はヨーロッパ諸国の植民地であった国々を中心にアメリカアジアアフリカオセアニアなどの地域においても近競馬が行われるようになったイギリスではリチャード2世がアランデル伯爵 後のカンタベリー大主教、1353年から1414 14年と所有の馬を用いて、しばしば一気打ちのレースを行っていた。1540年には、チェスター郊外のルーリに、初の常設の競馬場、チェスター競馬場が完成。1666年には、亡命先から帰還したチャールズ2世が、競馬のレースに王室杯を贈呈している。 競馬発祥の地イギリスでは、王皇貴族や有力者によって、近代競馬が形作られた過程に鑑みて、スポーツ・オブ・キングスと形容する場面もある。競馬において用いられる競争馬については17世紀後半から18世紀にかけて、アラブ種やトルコバ、バルブバなどがイギリスへ輸入されて、品種改良が行われ、やがてサラブレッドと呼ばれる品種が誕生した。 サラブレッドについては1791年にジェネラルスタッド・ブックと呼ばれる決闘書が作成され、以後その生産において決闘が重視されるようになった。競争の試行形態については18世紀後半頃まではヒートレースやマッチレースが主体であったが、これらの方式は競馬が産業としての要素を持ち始めた頃から、 衰退し、多数の馬による一発勝負のステークス方式へと、主流外交した。競争の賞金も馬主同士の出資によるものから、始まったが、現在では、スポンサーの出資と馬券の売上金の一部、及び補助金や積立金から賄われている。日本で、初めての西洋式の競馬の開催は、江戸幕府の開港の翌年の1860年に、横浜、 元町で行われたとされている。1866年には、横浜の根岸に、初めての本格的な競馬場が作られた。また岩倉智美の著述記録によれば、黒船来工事の巡刻者と伏見戦争、母神戦争の巡刻者を合わせて慰霊するため、1869年に、将魂社、安国神社の前身が設立され、1870年から、 その境内に作られた競馬場で年3回の神事として競馬が催されるようになった。1879年には、後に日本赤十字社や大日本部特会の総裁となった陸軍軍人の正松宮昭人親王を社長とする共同競馬会社が設立された。その後に明治天皇から商品が歌詞されるようになったのが天皇賞のルーツであると言われている。 競馬は単なる賭博としてだけではなく、音楽や文学、絵画や彫刻などの創作活動の主題として取り上げられたり、社会制度にも入り込んで一連のバジ文化を形成してきた。特にイギリスでは活躍した名馬の肖像画も多く残されており、その姿を現代に伝えている。日本では寺山修司らによる競馬を主題とした文芸作品もある一方、 競馬漫画や競馬ゲームといったサブカルチャー作品も多く発表されている。娯楽が多様化するに従って競馬に対する大衆の関心は薄まっていったが、時折現れるアイドルホース、大衆的な人気を得る馬によって、大衆的な関心が再燃することがある。日本での代表的な例に、二十世紀の敗成功や、オグリキャップや、東海帝王や成田ブライアンなど、世紀、 初頭のディープインパクト、オルフェーブル、キタサンブラックなどがいる。競馬は競技者、関係者が行う、馬を競わせる工業に対して、感染者が勝ち馬を予想して金をかける、賭博を指す意味でも用いられる。賭博が禁止されている国においても、賭博としての競馬は、イスラム圏を除き例外的に認められている場合がある。イギリスのブックメーカーが競馬場で発生して、 以来、競馬は、賭博とのつながりが深く保たれている。しかし現在では、パリミューチュエル方式による主催者が道元として、統括する賭博が、世界的な主流なっており、ブックメーカーを認可している地域は、あまり多くない。日本においても、洋式競馬が導入された19世紀からすでに、勝ち馬投票券、馬券が発売されており、一方でブックメーカーは、飲み行為として、 違法とされている。勝値馬を予想する方法については、古くから様々な模索がなされてきた。競馬新聞や馬券予想会社など、金銭と引き換えに他人に自分たちの予想を教えることを商売とする業者もある。また、自分が考え出した予想の方法を新聞、雑誌に寄稿したり、著作として出版する場合もある、予想を参照。馬券の販売は、 主に発売対象の競争を開催している競馬場、本場、もしくは同主催者の他競馬場、ウィンズなどの場外勝値馬投票券発売所、及び提携している他の主催者の競馬場などで購入出る。また電話投票会員となり、電話やインターネットを利用して投票することも可能である。特に飲み屋などの施設馬券販売を防止するために在宅投票の拡大が推奨されている。 競馬の開催における馬券販売は各国の法律で規制されており以下のように異なっている。馬券の購入者は各競争終了後の配当が大きくなることを期待する。配当が100倍を超える馬券、つまり100円あたりの払い戻し金が1万円を超える馬券のことを万馬券という。10万円、1000倍を超えると10万馬券、100万円、1万倍、 100倍を超えると100万馬券、そして1000万円、10万倍を超えると1000万馬券と言われ、記録的な高額配当の際には、一般のニュースで知られることさえある。100倍を超える配当はかつてはあまり目にすることのないものであったが、2002年、平成14年に誕生した馬番号3、連勝複式、3連服や、2004年に誕生した3、連勝短式、 三連単の登場によりの機会は飛躍的に増大し逆に100倍を超えないことが稀となっている。2005年平成17年4月9日には福島競馬場で初の千万馬券が発生した。その1ヶ月後の5月13日には大井競馬場で史上2度目の千万馬券が飛び出し、記録したばかりの最高配当記録が更新されるまでに至る。 しかも的中したのは、発売176,157票中たったの1票、イコール100円だけだった。さらに10月22日には、東京競馬場で1,846万馬券が誕生、2,000万馬券もマジかという大万馬券となり2010年、平成22年4月6日には、大井競馬場で史上初の2,000万馬券が誕生している。様々な理由により、 理由が明確にならないことも多い。何年も続けて、高額配当となる競争がある。そのような競争のことを、荒れる競争と呼ぶことがある。渦に、各国の競争数を示した、モンゴルのナーダム競馬、あるいは各種総競馬など、国際競馬統括機関連盟が把握していないものは、除く。競争形態は主に平地、障害、速歩に対別される。 平地競争は最も広範に行われ、始公国は100カ国を超えると見られる。一方、速歩競争の競争数も平地に並ぶほど多く、フランス、イタリア、スウェーデン、カナダ等では、こちらの方が人気が高い。障害は、イギリス、アイルランド、フランスで主に行われている。フィンランドのようにつなぎが速歩競争のみを試行している国もある。パートは、 国際セリ名簿基準委員会、アイクスクでの格付け。競馬は馬を刺激し、特に競争などで鞭を打つことから、動物虐待に当たるとして、長らくペタなどの動物愛護団体より非難の対象に挙げられている。それらの団体の多くは、馬の飼育環境や騎乗することそのものを、馬の意思に反して行われている、虐待行為であると主張している。このため、一部の国、団体では、 無知の使用回数に制限を設けられてを、例えば、イギリスでは1競争につき10回までで、それを超えると機種に機上停止処分が課せられる。その矛先は競馬のみならず、競争馬の生産や屠殺、馬肉の生産にまで及ぶ。例えば、ペトは2009年に、熊本県の馬の屠殺場の映像を公開し、馬が恐怖におののくままに殺されていると主張していい。 競争場の屠殺については、競馬業界関係者にも批判者がおり、アメリカでは2006年に競争場の屠殺を全面禁止する法律が可決しているが、それに際して、同国の関係者らからも賛成の声が上がっていた。競馬を題材にしたフィクションの作品において、ゲームは、競馬ゲーム、映画は、競馬映画、漫画は、競馬漫画と称される。競馬漫画は、 スポーツ漫画の一種として扱われることがある。作。5. おさむき。